それでは劇場版のストーリーを特別にドドーンとご紹介。満月の夜に起きたダイヤの盗難事件。犯人は警察の包囲網をくぐり抜け華麗に逃走。コナンは一人犯人を追いかける。しかし、なるほどね。だったら最初からそう言えよ。コナン君、元気ないね。いつものことですけど、一人でやろうとするからですよ。五右衛門ってやつにやられたんだろ。あちらこちらにルパン三世が日本にいるって情報が流れてます。なんとかしてちょうだい。間違いなく我々への挑戦。日本に来たルパン。予告状を受け取ったメグレ警部たちはルパン三世潜入捜査官の銭形警部を迎え、全力でルパン逮捕に乗り出す。ルパンの狙いは幻の秘宝チェリーサファイア。予告時間5分前。いただいてくぜ。ルパンだー、銭形警部に化けれるぞ。ルパンだー。なるほど。ルパンは盗んだチェリーサファイアをフジコと引き換えに謎の男アラン・スミシーに手渡す。すぐに済ませよう。フジコ君に渡してくれ。この男の目的とは一体何なのか。そして時を同じくしてやってきた超人気の海外アイドル、エミリオ・バレッティ。日本でも大人気ですから。彼の元に届いたのは、これはライブ公演を中止しろ。さもなくばエミリオの命はない。嘘、脅迫状。超人気アイドルの脅迫と幻の秘宝の盗難事件。コナンは2つの事件の裏にルパンが関係していると推理。この街で何を企んでるの。そして動き出すそれぞれの運命。俺ってずっと憧れてたんだぜ。絶体絶命のピンチがコナンたちを襲う。裏切りは女のアクセサリー。誰を信じ誰を疑えばいいのか。迫り来る謎の巨大組織、ルパンの真の狙いとは。そしてコナンはその計画を阻止することができるのか。スペシャルラストチャンス。言ったはずだぜ、今度会ったら捕まえるってな。世紀の大勝負はぜひ劇場で。